遠出丸と、始めるって言ったよ。おはようございます。ね、おはようございます。縦書きになっちゃうこれ。何やおでまる。あ、一体耳にたぶんかばないでおでまる。なんてかわいい。黒に黒だから全く見えないっていう。クッションにしてよ、うん、おはようってみんな。よいしょ、よいしょ、みなさん、うん、やっぽやっぽ、うん、黒禁止、やっぽやっぽ、前です。うん、え、朝ってさネズミ違うわ。うん、そう、何があったのかなっていう。山田に聞いた方が早いのかな。どういう、何を取り上げられたのか。うん、で、なんか太郎もなんか昨日ふわっちで配信やってたよね。そう、R のこと。山田に聞いた方が早い。雅子も上がってた。見てなかったよ。うん、ちょっと。見てなかった。全然見てなかったさ。よいしょ。お邪魔しちゃかん。お邪魔るこれ。そう感じやね。お邪魔る。ドラマ見てない？モデの給料未払い。やはりプロの裁き方はすごい。あ、その、投資詐欺の件？今までの金銭問題。山田は必要ないってこれから落としてたけど。そういえば山田さんは何しに上がってきたの？落とすわって落とされました。うん。山田はとりあえず髪一丁髪したかったっていうだけでしょ、だって。いや、雅子もなんか取り上げられてたよって言って、どういうことみたいになってたけど、俺。いや、始まる。モデレーターに金見払い、特定リスナーの監視まで24時間させたらしい。特定リスナーの監視まで24時間させてた。山田は R の擁護に上がってきた。なんであいつそんなに R のことに入れ込むんだろうね。よくわかんないけど。まさこちゃん、あ、LINE したってよ。始まる前に。あ、マジ？俺、マジ、ねえ、おでまるとかと遊んでたから分かんなかったね、おでまる。もで優勝なの。
金銭問題の日で、なんて言ってたの？山田に iPhone2 台買う金あるなら返済しろよ。コレコレさんの枠でうんこげって言葉聞いてコレレス意味知らなくてざわついた。ああ、そういうことね。うんこげの意味知らなくてね。でも水飲まなくていいんですかい、あなた。水は、はい、水飲めね。水、いらないんだ。水分取らないな、この子。10万のモデレーター誤ったから払います。120万の人には月3万にならなかった。月3万にならなかったっけ。何の話してんだろう。マジ、あのモデレーターに給料払うみたいな感じのことは言ってたよね。 R 嫁のモデレーターの未払い500万詐欺の件、120万詐欺の件。ああ、それそうだ、もう生粋の詐欺師だからね、あいつ。真っ黒よ。ねえ、でもいる。見ればよかった。金はありますを連呼してました。あるんだったらじゃあ払えばいいんじゃない、そんな。120万の詐欺の件で、もともと月2万返済が月3万の約束してた。ねえ、あの人、これの詐欺弁護士の動画出てた人って知らなかった？あの女、あ、そうだよ、そう。嫁が配信傷だらけだった。へすんな、ごめんなさい、すいません、おならしちゃいました。あ、おでまるよ、それ危ない。よし、じゃあご飯の時間です。おでまるさん、一旦、あのね、カーテンが10日と11日に来る。あの、オーダーメイドなんだよ。長さがなくて。長さがなくて、あそこのカーテンオーダーメイドになるんだよ。高さ、ね。そもそもモデナ、だからあれでしょ？リスナーを縛り付けるためとか、バカなやつが集まってくんだよ、あそこに。日当たりはやばい。よし、ご飯を食べますか。おでがいたら変わって、でもこれで周知されたのかな、少しは。まあ周知されたらいいね。でも、もう見てればわかるけど、あいつに今近寄ってきてるのって、もう本当にバカな、ちょっとやばい奴らなんだよ。そう、もう騙されるために生まれてきた。私は何もされてないから大丈夫とかって言って、騙されるやつね。まさこもそういうタイプ、そうだったじゃん、最初。私は騙されないからって言って。でも結局なんかいろいろされちゃったじゃん。私は何もされてないからとかって。ね。で、されたことないって言うけど、やるんだよ。そういうやつっていうのはね。キッチン広いよ。おでまるちゃん20個なっちゅー、梅ちゃん。うわー、おでまる入ったよ。おでまる入った。おでまるチャンスゾーン入った。おでまるチャンスゾーン、おでまるチャンスゾーン入った。おでまる、おでまる、みんな頑張れ、みんな頑張れ、みんなみんな頑張れ、一個から、みんなおでまる、おはよう、おでまる、おはよう、チャンスゾーン入ったよ、みんな。トゥルトゥトゥ、頑張れ頑張れ。かわいい、1個だけドンつく。
一個なんつけー、ワイさん、かなちゃんのお父さんの貯金もなくなったねえ。ちょっと一旦待って。ワイさん、どんつけ、みんな一個から、一個から、一個からお願いします。ワイさん、ありがとうございます。ワイさん、スロッチじゃないっす。一個から、一個からお願いします、スロッチちゃん。一個から、一個から頑張っていきましょう、スロッチちゃん、ありがとうございます。スロッチちゃん、ありがとうございます。スロッチちゃん、ありがとうございます。行こう行こう行こう、5個お出まれリスタート、つくのっちゃん、ナイス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 、ワイさんナイス、ありがとうございます。スロッチちゃん、ありがとうございます。スロッチちゃん、スロッチちゃん、ラッキー5個ナイス、ありがとうございます。のっちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。お出まれスロッチちゃん、ありがとう。スロッチちゃん、スロッチちゃん、ありがとうございます。ワイさん、オッケーオッケー、5倍5倍5倍、来てる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 。来てるよ来てるよ。スロッチャーナイス、ワイさんナイス、やべ、無事だ、ありがとう。お出まりのご飯タイムです。いいです、お腹すいたみたいだな。スロッチャーナイス、ワイさん、あと1分。ゾウさんナイス、のっちゃんもナイス。ゾウさん誰？あー、アイちゃんナイス、のっちゃんナイス、オッケー、のっちゃんナイス、ナイス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 、でまれる、すごいよこれ。うん、チャンソン来た、チャンソン、チャンソン来たよ、おでまる、チャンソン来たよ、おでまる。うん、ソロちゃんナイス、ソロちゃんナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。スロッチャン、ナイス、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。うん。ありがとうございます。スロッチャン、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。スロッチャン、ナイス、ありがとうございます。スロッチャン、ナイス。やめる。うわ、スロッチャン、スロッチャン、スロッチャン。キュッ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 。1個から。ああ、終わった。ありがとうございました、皆様。おはよう、おでまる、ここにいるよ、おでまる、おでまる、ほら、おでまる、おでまる、おでまる見て、ほら、おでまる。よし、じゃあおでまるさん、一回お部屋に入ってもらってもいいですか。ちょっと一回お部屋に。これね、もうね、俺ね、最近ちょっとおやつで入れようかなと思って、ハウスでこちらふやけた。おでまるさん、ハウスしてもらえますか。おでまる、おでまる、おでまる、ほら入って、入って、はいはいはい、まずこ、はいはい、よいしょ。ではですね、おはよう、ありがとうね、みんな。ご飯作りします。朝のおでまるさん、よし、まず R のことについて、ちょっと待ってくださいね、 R のことについては、よいしょ、ヒゲが生えたら今ね、昨日ね、2回目のおしっこ成功したの。うーん、2回おしっこ成功したから、やっぱり R はしでかしましたね。てかもともとしでかしてる内容をさらされてたんでしょ、だって今回。やらかした内容を、
R の本、R 嫁の本性が出まくってた。整形になるまではちゃんと測らないってだからね。でもね、これこれさんが金がないって言ってるから人から取れないって。ああ、あいつか、僕は金はありますとかって言ってんでしょ。あいつ自体は、あいつ自体は未だに自分はお金がありますって言ってるでしょ。ねえ、お金がありますって言わないとねえ捨てられちゃうからでしょ。俺ぶっ叩いてるけど、いや、俺ぶっ叩いた後に被害者が出たんだから、また。ねえ。ぶっ叩いた後に。よいしょ。あ、うんちできてる！あ、始まるー！うんちできてる！うんち今ね、したんだよ。見せれないけど。うんちできてる。始める。うんちできてる。あ、おしっこもできてる。おでまる、おしっことうんちできてるじゃん。おでまる、おやつあげよう。おやつ、はい、おでまる。うんちとおしっこできてる、おでまる。ちゃんとトイレに。えらいね、おでまる。よいしょね。おでまるすごいね。おでまるすごい。もう見てないところで、もうしっことうんちしちゃう。見てないところで。おでまるすごいね。おでまる、おでまるすごいね。よし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 。よし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 。お尻拭いてあげてって、だってもうねえ、お尻拭くもんなのこれ。もう俺何も持ってないんだよ。パパに見られるの恥ずかしい。見てないところでおちっこするからね。おでまるすごいね。おでまるすごいね。おでまるすごいね。まんこのうんち取る前に、今日西松屋行くか。西松屋が一番なんかコスパいいんでしょ。西松屋が、あれ無理すんねえ。アマゾン今日届く、ありがとうございます。出ていいよ、おでまる。おしっことうんちしたからね、うん、おしっことうんちしたからおでまる出ていいよね。まださ、トレーとかはちゃんと洗わなくていいんだよね、まだね。全くしない。夜泣きもしない。無駄吠えもしない。ちょっと、おでまるさん、ちょっと、声は、ちょっと。うんちの硬さも良好。うんちの硬さも。さすがロイヤルかな。星列ちょっとね、まだね。おでまるが、おでまる、どうしたの。おでまる、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 こっち。
はい、なんだろう、もう探検部屋慣れてきたのかな、なんかいろんなとこ探索するようになった。何に見えない、え、始まるあ、これだな、これだ、これでやってるわ。ちょっと待って、まだふやけてないんだって。じゃあふやけてないの、まだふやけてないのよ、まだふやけてないの、まだ全然、うん、ふやけてないの、ふやけてないの、10分経ってないもんね、まだ。だってお座りして、お座りして、落ち着いて、お座り、お腹空いたよね、昨日の、昨日のね、6時から何も食べてないから、昨日の6時から何も食べてないからね、昨日の6時から。ちょ待って、おでまる、ご飯食べたいね。でもまだね、ふやけきってないのよ、ふやけてないのねえ。メニューがみんなの母性本能が、母性本能が、みんなの母性本能がご飯の時しか泣かないのよ、この子。分かったよ、分かったよ、分かった、分かったよ、分かったよ。ちょっと待って、ちょっと待ったよ、おでまる、おでまる分かったから、ちょ、まあ待って、おでまる落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、食いしん坊です、まあパピー、パピーだからね、赤ちゃんだからまだ、まだ2ヶ月です、この子。家に来て4日目。家に来て。見てるとペット欲しくなる。まあでも、ね、大変な時もあるもんね、おでまる。やっぱり。ミルクはね、僕バブタンだからさね、なんともう一つベッドが来ます、おでまるに。もういいかな、うん、10分経ったかな、どん兵衛の布団もあるよ、どん兵衛布団も、うん、ねえ、始まる、もういいかな、10分って案外長く、長いね、暑くない、あ、暑くなってきた、またここに寝て、始まる、こっち寝ていい、こっち寝て、寝める？あ、来た来た来た、寝れいねー、寝める、寝れいねー、寝れいねー。やっぱりクリームとかよりタンの方が可愛い。クリームなかなかいないよね、でもね、うん。よし、おでまるさん、じゃあそろそろでいっか。はい、おでまるさん、お座りできてるね、輪っか塩、これね、輪っか、おでまる、お座り、お座りは、えらいね、おでまる、はい、よいしょ、いいよ、おでまる食べて、
身が。身がちょっと。耳がね、餌の中入ってくるんだよ。落ちりピーン落ちりの尻尾ピーンってしてる、ほら。チリピーンってしてる。それ慣れてそうだねって。まあまあ確かに。これで全然もうご飯食べてるもん、ずっと。山田さん、ご飯美味しいですか？ねえ、パピー犬ってさ、おしっこしてからどれぐらいで、おしっこすんの？パピー犬って、おしっこしてから。個体によるのか、この子絶対、あんまおしっこしないんだよね。覚えてない。この子はご飯がご褒美になるから、こうやってね、俺も作りました、もう頑張って。こうやっておやつ今さ、食べさせてあげれないからさ、ね、100均行ってちょっといろいろなんかお皿とかも買ってあげたいな。なんかさ、俺間違ってさ、めっちゃでけえ皿買っちゃったじゃん。おでまるさん、まだ残ってます。おでまるさん、まだ残ってます。おでまるさん。おでまるさん、まだ残ってます、ここに。はい。はい、全部食べました。完食です。おでまるさん、完食でございます。見事完食です、おでまるさん。舐めてます。首の高さと同じやつ買うといい。凝っちゃうのかな。洗って水入れてきます。ちょっと洗って、水はいらないみたいなね。かわいい嫁欲しいかい、嫁おでまる、俺に。キッチン低くて腰痛くなると、いや、なるよこれ。だけど助けて、あのキッチン低すぎるんだけどさ、うん、ねえリスナーさん、これはもう変えた方がいい。うん、これはもう変えた方がいい。これまだ変えない方がいい。まだ3回目3回まだいらない。変えな、もう変えた方がいい。これ変えた方がいい。ヤクサくなってもいいよ、おでまるがちゃんとおしっこしてくれるなら。覚えれるんだったら、おでまるが覚えれるんだったら、ねえ、2回で帰る。パピー犬だから、まず部屋をさ、まず部屋臭くなってもいいから覚えてもらわないと、一緒に寝れなくなっちゃうからね。
おしっこ、ワンツー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 、なんでそこで座るの、ダメ、ワンツーじゃない、そこ座るとこじゃないんだ、ここちょっといたずらする、いたずらするこの子、その網に匂いついてるでしょ、あ大丈夫かな、じゃあいけるっす、トイレもできました、家も使ってる、匂いもだけど網の感触で覚えれる、あ網ですること覚えた方がいいよね絶対ね、始まる、ね確かに、プラムありがとうございます、プラムおはようございます、朝から癒される、家のシート2枚目を、2枚用でもね、ちゃんとねここでしてくれるとね嬉しいね、これ好きなんで、おでまるこれ好きなのよ、引っ張り合い、山田 R に読みでも握られてないの、いや金くれるからでしょ、あったらさあいつ、あったらいくらか、あの現ゲン玉であいつ、現ゲン玉であいつやってるからね、なんかうんだからそう、現ゲン玉であいつね R からもらってるから美味しいんだろうね、デミルーデミルー、引っ張り合い、やっぱりです、好きな頃も自分の相手のチョイを思い出す、同じ色、山田はお帯札もらってるからね、うん負けないぞ、結局なんか昔の詐欺の件のことをやってただけで、ね、うん、あとなんだっけ、元嫁の友達にレイプされたみたいな、あの時カナがいたって言ってるけどさ、いないでしょ、うん、あのいつの手口って何かっていうと、カナがいなくなるんだよ、カナが、カナがいなくなって、いなくなったね、あの車であいつはやるから、すぐに元気だよ、うん、ねえ、でもある、夜ずっと寝てるね、ニャニマル、おはようございます、まだね11月の26日にならないと抱っこ散歩できないんだよ、抱っこ散歩26日にならないと、11月、今月の、連日オデの輪が平和すぎて好きすぎるいいじゃん、殺伐としてた方がでも面白いよ、
散歩デビューは、そう、散歩デビューはまだなんだよ。そう、まだそう。柴田という柴田もあんまり来ないで、来てるよ結構柴田。うん、連日柴田も来てるよ。小さいけど体重高い、いやまだわかんない。あのね、感覚で言うと、なこの背中のところでね、把握するんだって。ここが出てると痩せすぎで、ここのお肉が、この背骨をちょっと感じれないと太りすぎ。うん、まあとりあえずでも計量して、ちゃんと計量してればね、太らない、そんな太らないらしいけど、この背骨の部分で把握するなんて。なんか背骨がなんかガリってするんだったら痩せすぎなんだって。で、太ってる分にはまだいいらしいんだよね。まだ。ちょっとだけ。メタボリックになんなければね。うちの犬も どれだけ食べても太らないから困ってる。おでまるのちゃんの由来を教えて。おでまるはおでまるです。おでのおでまるです。計量してても、虚勢すると太るよね。虚勢するんだぞ、おでまるも。おでまるも虚勢するからね。次に。虚勢しちゃうよ、おでまるも。虚勢はマジで太るよね。可愛すぎて見ちゃう。至高の宝です、おでまるは。どれぐらい、シュッ、虚勢してからの体重管理、手術はかわいそうな気もする。でもね、性の喜びを知ってしまったらもっとかわいそうだよ。性の喜びを。うん、性の喜びを知ってしまったらもっとかわいそうだもんね、おでまる。あのね、もう、ブリーダーさんがしてくれてるね。うん、ブリーダーさんが。あ、そうだ、俺名義変更してなかった。やばっ。名義変更しないと。完全忘れたわ、おでまる。名義変更、どうやってすんだ ?400 円かかるんだよね。どうやったっけ?やり方忘れちゃったね、もう。名義変更。そう。中村くん、おでまる、おはようございます。家も愛情湧く前に手術した。かわいそうだけど、その子のため。そう、名義変更っすね。名義、名変。うわっ、暴れてるぜ、おでまる。おい、どっちでやるんで。最近ちょっとずつおでまるっていうのが、おでまるっていうとこっち向くようになった。毎日おでまるご飯だよとか、おでまるおやつだよってやってたら、こっち向くようになったけど、ね、おでまる、おでまるおいでって言うと来るし、切なかった。名義変更、血統書の売ったことないらしい、なくてもいい。鑑識で買い出しがわかる。犬とかくれんぼしじゃ強すぎだろ。犬のかくれんぼしじゃもう強すぎだろ、この子は。ねえ、犬と勝負できないよね。そう、マイクロチップの、この子マイクロチップ入ってんのよ。
マイクロチップ。散歩が楽しいんだよ。そう、QR ですぐできるんだよね。そうそうそう、簡単にね。クロムバイクも住所変更、自賠責は解決しました。そうなんです。バイクの自賠責保険入らなきゃいけないんだよ。もうどこで、あれ、コンビニだっけ？コンビニでできるんだっけ？自賠責。もうちょっと、腰も痛くなってきてさ、ちょっとこの体勢だったからさ。うちはローソンで入った。コンビニ入れる。マイクロチップ義務だからね、もう。ニノでもいる？安いとこある？ないか、もう。安いとこ。自賠責保険は一緒か。なんだよ、なんだよ、その、じゃ、その何、超小ジャンプ。なんなのその小ジャンプは。ピョンってって。散歩中の他の美人が連れてる犬とコミュニケーション最高。あー、おはようございますって言ってね。え、でも俺散歩しなくな、散歩あれだね。尻尾長いよね、あんた。尻尾、おはよう。ブチャイク、散歩から始まる声があると。首輪リードは用意してない、まだ、全然いらないから。なんかその時でやっぱ商品も変わ、新しくなって変わるじゃん、なんかデザインとかもさ。だからそのいざじゃあやる時になったら買った方がいいかなって俺思ってさ。リード、おはようございます。その時一番新しいの買いたいじゃん。首輪に刺繍で名前入りとかはできるよね。それできたら最高だけどね。やめる。もうそろそろ中入れた方がいいか。なんかなんだっけ。いっぱい遊んでトイレしたらね、あれって言ってたよね。やめる。はい、ハウスしよう。やめる、ハウスしよう。できる？刺繍で電話番号を入れた。いいよね。まず。11月の26日だね。そろそろ家に、お家に入りましょう、お出前さん。お出前さん。お家入るよ。えちゃん、はい。おでまりさん、はい。ハウス、ハウス。あれ、ハウス。全く夜泣きしない。あれ？トイレ？トイレ。ワンツー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 
早いかな、まだ。さっきおしっこしたばっかなんだけど。ワンツー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 、さすがに出ないと思う。ワンツーワンツーワンツー、ワンツー、そう、一回一回もうトイレに強制送還する。ワンツー、まだ出ない、まだないかな。いや、これでやっておしっこするとか、そこだよってやんないと。ここおしっこしてる？黄色くなってんだけど。おしっこ、ワンツー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 。もうトイレ覚えたでしょ。ワンツー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 。しないかな。ワンツ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 。ワンツ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 。興奮してるからしない。興奮してる時が出るくない？一番。ワンツ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 。お、ワンツ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 。しそうじゃない？あ、ワンツワンツワンツ。お、ワンツー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 。いけないか。コリコリし始めてる。え、ワンツーカリカリ。ワンツーワンツーワンチュワンチュワンチュ。ダメか。嫌だの？嫌か。ダメか、もう。よいしょ。もう、ダメ出ちゃう。よいしょ。山井さんが出ちゃダメです。はい。おしっこついたさ、ふと、もうこの布は、洗っちゃった方がいいかな？おしっこしたやつ。あれはね、はい、出ていったん。おしっこしてますね。量は、量はちょびっとですけどね。量はマジでちょびっと、うん、量はマジでちょびっとですね。
さ、ちょっと一回入っていただいて。よいしょ。ちょっとでもおしっこの量じゃないかな、確かに。ちょっとなんかちょびっとピュッて、あのピュッて、ピュッてみたいな感じで。うん。これどうしよう。まずさ、これめっちゃ溜まってんだけど、どうやってやる？普通にこのまま？おしっこのこれだから量はすごく少ない尿すごいお湯あの子2,3 枚ぐらい買えるんだよもうこのトイレを教えるのは大変だ。うちの子はドンキでペットのトイレ匂い消し買ってきて。あるんだよ、なんか業務用なんだかってやつが俺の家にも。それ使ってるんだけどね。これどこでやったっけ？洗剤使わないと尿の匂い消えない。でも今からちょっと洗剤使いました。俺の服はどうでもいいわ。柔軟剤なしだよね。家具備え付けなきゃないでしょって。で、柔軟剤なしにしてそのままポイだよね。してないしてない、してない。俺の場合はあれしてる、なんていうの、俺の場合は引っ越して家電持ってってる。引っ越してドンツクロス来い。はじめ心配して頑張って育ててる。そう、失敗からトライアンドエロー、うん、トライアンドエローだ。すごいですから、うん。やっぱりね、大変だよね、やっぱ動物飼うの。悩みが絶えませんよ。ほんでまだ朝ごはん食べてないね。食えてないっすね。自分のご飯よりもやっぱおでまるの方が気にしちゃうからね、やっぱね。ちゃぶ台持ってきたわ、これ。使えるもん、このちゃぶ台。なんだかんだ。失敗する。皆さん、無料アイテムお願いします。
今何ポイント離れてる？もう一気に14位もとかまで下がってきて、36万ポイント離れてます、リスナーさん。36万ポイント。引っ越し費用2万7千円です。どうでしょうか、皆さん。引っ越し費用、なんと2万7千円。おはようございます。はるちゃん、おはよう。次亜塩素酸薄めて拭き取ってる。あ、なるほどね。ゼロミストっていうのを使ってる。徹底除菌、超消臭っていう。家賃は11万5千円。11万円が家賃。で、5千円が管理費。で、駐車場は無料。どうぞ。どうでしょうか。管理費5500円。何棟まで OK なの？あ、何棟でもいい、何棟でもいい。申請すれば何棟でもいい。うん。駐車場無料なら安い。だからここら辺の都内の平均的な相場で言うと、まあ、2万5000円ぐらいだから、駐車場代がね、2万5000円ぐらいだから、実質いくらになるんだろう、実質9万5000円ぐらい、実質。9万円か、9万500円ぐらい、実質、実質的な家賃は。まあ経費で、まあとりあえず半分にはならないけど、どんどん半分になるのか。でも、うん、5割ぐらい落とせんじゃないかな、まあ、計算してないから分かんないんだよね。他の部屋の人はペット飼ってさ、飼ってる、なんかワンって時々聞こえるよ、時々ワンって聞こえる。半分いけそうだよね。もう一部屋どうしようかなって考えてんだよ。もう一部屋、もう一部屋どうしようかなみたいな感じだね。うん、神々しいわ。客までいいと思う。寝室じゃないね。だもう一つの部屋は何にしようかなってすごい考えてるっていうのはあるね。でもしようかなっていう。日当たりすごく良すぎるんだよ逆に。ほら、だからもうカーテン来るから、もうカーテン、来てほしいかな。まあそうだね、ダイニング、ここがそもそも洋室だから、洋室だから 1,2,3,4 つ、うん、 3DK です。ちょうどでもね、ほんでも、もう一部屋いらなかったけど、一部屋でもそこしか空いて、ここしか空いてなかったからね、このアパート群はね。いいとこ見つけました。でもとりあえずはね、うん、いいとこ見つけましたよ。お出前と生活する分にはね、うん、資材部屋にしたら、まあ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 、確かに確かに、うん、そう、おでまる本当はあっちで配信スペースにしようかなと思ったんだけど、
おでまるがおしっこしたときにさ、すぐ褒められないじゃん。すぐ。それがねっていう。プラムありがとうございます。自分なら洗濯物干し部屋にする。あーなるほどね。うん、まあ誰かがなんか来た時にいいんじゃない、あそこ使えば。そう、日当たりは最高なんだけどね。日当たりが、とりあえず今のところあんまり欲しいものっていうのがないから、まあ別に外に出る必要性もないんだけどね。うん、どうしようか、音楽かけないと。音楽かけるか。キャンプ道具積みっぱなしだからどうしようかなと思って。そうなんですよ、キャンプ道具積みっぱなしだからさ、隣の部屋キャンプ道具入れにしようかな。そう、キャンプ道具入れるとこにしようかなっていうのも確かにありっちゃありだよね。そう、キャンプ道具をちょっと一回こっちに持ってきてみたいな。ね、車も軽くなるしね。クンクン しだしたらトイレ連れてく、成功したら激褒めしたらすぐ覚える。一回外に出してフリーにしてってこと。匂いをかけ始めたらすぐに。そう、とりあえずはケージに入れてる。なんかR は詐欺師なのに逆張りする意味がわからん。あ、山田でしょ。なるほどね。123みたいにしたら覚えた。ちょっとまあ試行錯誤ですよね、そこの部分は。まだちょっと俺もね、まだ頭回ってないんでね。全然。そうそうそう、でも確かにクンクンし始めないと分かんないよね。俺もちょっとね、床を匂い嗅ぎ始めたなって思ったら、松平目整形しました。嘘でしょ、あの人目整形するとこなくない。寝床でずっとするよ。うんちする前は、そう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 、トイレに関してはゆっくりはダメ。初めの1週間が勝負。嘘でしょ、もう4日目なんだけど。松平脱税系の話をすると即ブロックする。
最初にするのはトイレのしつけ。うち8匹3日で完璧に覚えた。10日間くらいが勝負。そんな嘘でしょ。そんなに手厳しいのこれ。なんかあの子はなんかご飯する前になんかおしっこしたね。でもね、うん、トイレゆっくりじゃダメ。後々その辺にするようになる。まあその辺にしないようにケージの中に今隔離してるというか、まあ、管理下に置いてるというかっていう感じはあるけど。私資格も私持ってる。じゃあみんなで監視するか。よし、じゃあやり方ちょっとやってみますか。じゃあそのやり方ね、みんなのやり方を。お出ばれを。やばい、こっちもなんか厳しくなってきたね。うちのリスナーさんもね、日が経つごとにね。フリーにした方が覚えるの早い。アデマル、アデマル、アデマルおいで、アデマル、フリー。ダメだ、来ない。出てこないんだよね、一回中に入って。シャブ台キッチンの方に置けばいいのに。あ、確かに。今、あ、出てきた、アデマルさん。おはようございます。あれ。フリーにしてうまくトイレに誘導してあげた方が覚えそう。あ、でもいません。まだなんか寝ぼけてるよね今。そんななんかあれなんだよな。ほら寝ぼけてます今本人は。ちょっとじゃあお手をお座りするか。お手ってさ、どうやったらお手になるの。お手丸、お座りして。お手、はい。元気ないんだけど。元気がないんだけど。眠いのかな。お出丸タイムに間に合った。ちょっとご飯は食べちゃったんだけどね。眠い時は放置で。元気がないんですよこの子。でもねさん、元気ですか。よいしょ。ワンツーワンツーワンツー、おでまるワンツーワンツーツーワンツーツー。俺の方が元気あるからね。一緒に一緒に。大げさぐらいに褒めてあげて。そう、穏やかなんだよおでまる。偉いね。甘え出そう。おいで、眠る。眠りに。眠りに。
いやまだ緊張、俺は緊張してないけど、いやお散歩まだ全然だよ。そう、なんかおしっこの匂いするな。すごい、おでまるが人気で、狂犬病つまではね、いやでもこの子はもともと賢いと思うよ。いや賢いんだよ。だから俺がちゃんとトイレとかに誘導してあげないとね。そう、おトイレとかにちゃんと誘導してあげない。でもね、うんことおしっこさっき成功したんだよね。時々なんか失敗するみたいな感じだから、完全には覚えきれてないのかなと。おとなしいでしょ、遊ばないんだよ逆に。ゲージの中ちょっ と掃除するか。でもゲージの中は俺はちゃんと暇人だからさ、ゲージの中ってちゃんと毎日さ、掃除しないとダメだよね。匂いとか消して綺麗に清潔に保った方がいいよね。ね、ちゃんと寝るところはすごい綺麗なところで、トイレが汚いところで、トイレが汚いところなんだよってね。うちのダックス前足だけトイレに入って外に漏らすよ。それね、ハニフク、あのジンくんっているんだけど、フクちゃんのね友達の、そうだね、はみ出るんだよ必ずおしっこ。なんで噛むの俺のこと、ね、痛いよ。あと口が臭いんだよね。口どうでした、え？でもなんで？眠る。そう、口がちょっと臭いんだよ。あとあんま水飲まない。水を全く飲まないね。あんた。歯の検診だけは絶対行ってあげて、いろいろと病気が起こる。水飲まない子は口臭い。あ、それだわ。もし水飲まないもん、この子。受け皿タイプなんだよね、でもあれ。なんかさ、ビュー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 ビュってさ、なんか水出てくるやつあるじゃん。機械のやつ。あれ買おうかな、あれ。試してみようかな。ね、なんだ、自動給水器だっけ、シャービュ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 って出てくるやつ。あれ飲みやすいかな、破壊されないかな。一番怖いのはあれ破壊されることなんだよね。ケージ取り付けるタイプの受け皿も、あーはい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 、ケージに取り付けるタイプね。持ってきて、おでまる、それ人参持ってきて。あれ菌が湧きやすいよ。毎日洗うでしょ。でもね、歯磨き買わないとね。
寝る前に洗ってる。うちは何やっても飲む量少ないからスポイト使わなきゃダメになるかも。浜下さんの水みたいなの舐めたら水が出るやつ、あ、あるんだけど、それじゃ水飲まないんだよ、この子。400円程度で売ってる。そうそうそう、ブリザーさんのところであれで飲んでたからあれでいいかなと思ったんだけど、水飲まないな、少し。だからあの餌の水分量を増やしてる、とりあえずは。それじゃ足りないとは思うけどさ、飲むときは飲むんだけどね。プチプチ、喉乾かないのかな。ふやかしご飯のときあんまり飲まなかった。ヤギミルクとかにしないとダメなのかな。あ、カリカリご飯になるようになったら飲むようになる。検索してみてみる。腎臓悪くなるからミルクを飲ませるのもあり。やばいわ、もう分かんないでしょ。投げると遊ぶね、なんか投げると。11月の26日、ああ、おりゃー、音が出る。奈々ちゃんみたいに動いてる。そう、さすが狩猟犬。なんでカーペット噛むの、この子。カーペットをガリガリ噛む癖あんだよね。そうだね。カーペの素材。朝からかわいい。皆さん、1個から有料アイテムお願いします。1個から36万ポイント差です。あ、お出前ありがとう。 Thank you。 あっちゃん、ありがとう。なに、お出前、そっちはダメ。お出前、ほら、はい、はい、はい、お出前、お出前、お出前。トンブとナイス、160円ありがとう。ビターアップル、おはよう。そう、3連休、え、3連休も終わったんだっけ。3連休、今日まで、今日まで3連休。あ、今日が最終日か。トムとナイス、ポイントありがとう。スロッちゃん、うい、ほい、こうちゃんありがとう。
ありがとうございます。お、なんか遊びに集中しなくなったね。あ、匂いかけ始めた、匂いかけ始めた、みんな匂いかけ始めたよ。床、床の匂いかけ始めたけど、めっちゃ。おトイレかな、トイレ、床をかけ始めた、めっちゃ。おトイレちょっと入れてみる？おトイレ入れてみる？試しに、そうそうそう。床を。匂いでそわそわしたらチャンス。ちょっとトイレに入れてみるか。あ、こっちありがとう。あ、でもあれ、おいで、どれで、はいはいはい、はい、ワンツーワンツー。全然3時間くらいでする。全然3時間経ってないんだけど。ワンツー、あ、でもね、ワンツーワンツー。そう、トイレ行くかなと、匂いをさ、下で嗅ぎ始めたからさ。2ミリスト許せない、ダンツク。しこするかな、しこするかな、話しないかな、閉め、閉じ込められない、目ついちゃわない。閉じ込めちゃダメ。ワンツワンツ。いや、だからあの、おやつで誘導してる。おやつで嫌にならないように、トイレ入ったらおやつ。いい、でも足っこできない、足っこ、足っこ。やだ、ダメなのか。ポイントありがとう。いや、もうネットしててもおしっこするから、うん、関係ないとは思うけど。無理みたいだね、まだね。そう、褒めてあげてね。見せた、謝る。昨日めっちゃ前さ、ね、眠る。もっと自由にしてあげないと、俺が柴田になってる。今みたいに短い時間で出なきゃ出してあげて、出なきゃ出してあげるっていうのでいいんだ。そう、慣れてきたらや、ね、おしっこできるようになったら一緒に 寝れるからさ。だからあのトイレトレーニングしっかりしなきゃなんだよ。おはよう、ニコドンツク、ドンツクー、ニーアジメルー、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 アジメルー。まだちゃんと見ないけん、聞いてくれよ。ね、わかんないからね、新米パパはね。眠れんね。眠れんね。大丈夫、眠れん。叫ぶの良くないよ。でも叫んでも寝るもん、この子。ね、眠れん。
まだパパ4日目です。実家のおかんに聞いてみるともあり。ドンツクに驚いてた。いいの、ドンツクに驚いても。おでまるって名前最高だな。そう、おでまるってみんな言えるでしょ。おでまるって、ストレスで早死柴田出た。柴田、おでまる柴田が出てんだけど、どうする柴田。何、何なんだよ。うい、うい、あべ、あ、ちょっと、おでまる柴田が出てるぞ。柴田が何遊ぶ、これ、いや、これ、これえ、何やってんの、これ、あれ、プラムありがとう。プラム、プラムありがとう。ストレス早死に柴田、黙れよ本当に、うるせえな。いいじゃねえかよ、どうせにね、20年とか生きんだよね、おでまるは。くるんでしょ今。いた、いて、いて、2ミリ100万もこれこれに取り上げられると思う。で、どうなんだろうね。でもなんかそれはね、引っ張り合いするおもちゃは一個決めとくといいよ。全部引っ張り合いしてるけどね。出てくれ、ふいふい、音が鳴るボールとかもいい。タイトルの詐欺師は R、 そうだね、昨日もなんか取り上げてたみたい。500万と120万の件で取り上げられたんでしょ。 R、 R、 みんな覚えてる R を。詐欺だよ、投資詐欺とね、投資詐欺とかね、そう、R。 アニマル柴田は、その家の子育てに口出しをする近所のおばちゃんだからねえ、あ、でもうるさいよね、ほら、うるさい、うん、これだけで喜ぶね、おたまる、これだけで喜ぶ、投げてもらうだけで喜んで、あー、引っ越しババにドンつけー、トンブタナイス、コンプタナイス、ありがとうございます。レッチャーありがとう、レッチャーありがとう、トムタナイス、レッチャー、とんでもない豚、ナイス。まだ音鳴る道具ないのか、うちのミニチュアダックス、トムタナイス。そう、音鳴るおもちゃはないですね、今のところ、うん、お腹を触ると噛んでくるっていう。なんでそんな嫌がるんだよ。うわ、5個もナイス、うお、レッチャーナイス、5個来たよ、おでまる、やった、ここだよ、おでまる、2個ナイス、ゆうちゃんもナイス、すごすぎだよ、おでまる、おでまるすごいよ、あんた稼げるワンコすぎる、稼げるワンコすぎるわ。稼げるワンちゃん、ほらほら、うい、買えないからね、なかなかね、都内とか買いたくてもさ、買う勇気ない。うわ、癒されちゃうよ。それぞれ眠る。ほら。
で、デメル、フレ、フレ。もうそっちなの？フレ、おでまる。フレ、フレ。おで。デメル。デメル。なんか最近ね、マウンティングって腰振りを覚えたんだよ、なんか。ニンジンマリン。そう。2ヶ月でもうマウンティングを覚えてしまった。よくね、タオルとかにもしてる。格下に思われてるの、これ。おじまる。格下か、俺は。おい、おじまる。ぴょんぴょんしてるんだ。あー、ありがとう、ダツク、あっちゃん。投げてほしい。投げてもらうとね、あれなんだろうね。ぴょんぴょんしてる。ちょっと掃除しよう、中を。水飲んでる。あ、入っちゃった、入っちゃった。まあそう、まだ遊ぶみたいだね。ほら、ほらほら。ぴょんぴょんしてる。名前はおでまるです。みんな紹介して。おでまる。ね、紹介して。僕はおでまるです。僕はおでまるです。ブラックタンです。生後は2ヶ月です。よろしくお願いします。8月の27日が誕生日。8月の27日。おでまるちゃんおはようって。おでまる？おはようって。おはようって。おはようございます。言っちゃった。あ！お布団行っちゃった。
ピョンピョンしてる。なんだよ。ピョンピョンしてる。そう、柵ね、ちょっとね、段差があって飛ぶんだよ、俺は。いくよ。ほら、かわいすぎ、どんつく。よねまる、よねいくよ、いくよ、ふい、ふい、そうだ、ずっと家にいるからね。事件があったら行かなきゃいけないからね。でもね、走れ、あれ、おじまるどうした、興奮してるか、おじまる。あ、やばいそれはやばい、それあなたのカーテンよ。でもあれ、ほら行くよ、ふい、あ、おじまる、おでまる、行く、ふい、ブレインにおめえ、段差に100均のつなげるマットを引いたら、あ、買ってくるか、確かに、確かにそうだね。そう、ワンコ買ったんですよ。4枚ぐらい買ってきて、預けれるお友達いるなら留守番。おでまる、おでまる、それダメ、それはダメ。近くにある100均、いや、あるよ、ある、うん、ある。名前はおでまるです。名前は白のマット買ってくるわ。ちょっと白の、白だとおしっこしたのかどうか分かりやすいから。うん、やっぱりケージ、やっぱりセパレートええな。でフリーにしたいからね、最終、俺は最終ね、4日目です。おでまるさんはただいま4日目ですね。あなたね、パネルマット汚れてる、猫とは違うから、あまり留守番長すぎると寂しくなるし、分離不安症が出てくる子いる、寝てるこの子ずっと。あのね、だから俺一人の時間めちゃくちゃ増やしてあげたよな、この子に。うん、おしっこしたら、おしっこして、あ、おはようございます、おしっこして、あのちょっと10分とか15分遊んで、もう自分寝室戻るようにしてんのよ。監視カメラもついてる、こっちに、うん、ついてる、ついてる、そこで。そうで、おしっことかすると、そう、おしっことか、おしっことか、おしっことかすると、あのカメラでさ、おしっことか、おしっこしてるとか監視できるから。もうちょっとし、ほらこうやってね、自分からケージなんか持っちゃうのよ。寝るのが好きなのこの子。トイレは今日、昨日2回成功して、今日1回成功した。そう、お留守番の話。おはよう。
戻ったわ、お家に。家に戻ってった。自分の家に。おでおはようございます。さんちゃんおはよう。引きこもりなんですよ、うちの犬。うちの子は、うちの子引きこもりで、すぐ家に引きこもって寝ちゃうんですよ。何をやってるんでしょうか。家の中にいたら理解してるからお留守番になる。あ、そうなの。何やってるんですか、あんた。そこで、あ、出てきた。レマちゃん、はい、確かにね。ちょっとすぐ持ってやってくるね。でもね、ちょっと待って。後つく、そのちゃん。もうよいしょ。そのうち日向を求めて移動するようになるよ。いやー、まだお座りしかできない。おでまる、お座りして。おでまる、ちょっといい。おでまる、お座り。えらいお座りはできるんだよね。えらい子ちゃんね。えらい子ちゃんだね。うちは散歩、食事、日向ぼっこだった。えらい子ちゃんだね。音もすぐに覚える。なんでそっち行くの？ねえ、逆になんかさ、日が出るとこ、いや、太陽に浴びたがらないんだけど。ギリ、日陰の、ギリ日陰にいるんだよね。いや、うんち食わない。まあ、俺がすぐさ、うんち捨てちゃうっていうのもあるけど、監視カメラでさ、もう確認してるからずっと。うん。おしっことかうんちをし始めたら、もうすぐ、言って、偉いねってやるから。そう。俺、この体勢がしんどいの、この座ってる体勢が。俺、おでまる3人兄弟。
手村さんは。それ日に当たるのが、いや、日に当たるのそんな好きじゃないんだよね、この子。寒くないからかな。かわいすぎ。いや、ひーちゃんがなんかソファー買ってくれるって、送ってくれるって言ったけど。うちも2匹ともしなかったけど、そろそろおしっこしないかな。そろそろ落ち着いちゃったけど、まだしない。引っ越した引っ越した。まだわからないだけ、日向ぼっこの気持ちよさ。また気にすぎ始まる。俺でもね、おでまるがね、おしっこをね、成功するために嬉しいんだよ。だからおしっこさせたいんだよ、いっぱい。うんちもおしっこもさっき成功したからね。ご飯作るのも忘れてるもんだって俺。まだカーペットにされてないね、全然。そもそもカーペットでそんな自由にさせない、まだ。まだ4日目なんだけどね、家に来て。新しくじゃない、調布今。でもそっちじゃなくてこっち噛んで。わかる、散歩行くようになっておいでができた時は感動して拍手した。おやばかだね、あんたも。パイロさん、あんたもやばかだね。まあこれしかなかったからな、カーペット。そう、こちらですね、100個分、分割でも大丈夫、100個分でこちら1枚プレゼント。もしよろしければ、皆様よろしくお願いいたします。皆様もしよろしければね、100個分のアイテムで1枚プレゼント、先着20名様限定。分割でも大丈夫。で、100個を、例えば5個を100個分、5個を100個分でも。ねえ、おでまる。サイズは XL、XL、XXL です。黒もあります。前の家の近くに引っ越して、前と同じ研修、ストーカー、黙れ、殺すぞって見込んでやろ、俺。うえ。おい、怒ってるぞ、おでまるが。おい。ね、飼い主様に、何を言ってんだって。100個ありがとうございます。おいお前、分かってんのか。こっちはおでまる様だぞ。アイテムください、おでまる。Tシャツ見せて。おでまる、りんちゃんありがとう。こちらにあります。おでまる T シャツ、中村、おで中村です。ほら、まあ、着やすいかな、比較的。外でも、外でも全然。おでまる、何やってんの。おでまる、今 俺の足に腰打ってたよね、あんた。おい、おでまる。あー、花火丼作ろうすかい。みーちゃん、ありがとうございます。みー様、おでまる T シャツ作って。作るか、次。次おでまる T シャツにしようか。次、そう、ワンポイント可愛いでしょ。ワンポイント絶対いいもん、これ。外でも全然着れるし、これだったら。
うん、これリスナーチョロイあれあれ、うん、ブルブル、うん、チョロイおうちのリスナーさんはねえ、小田村さん、ちょっと ブラックタンだね、ブラックタン、クリームじゃない。だからクリームのダックスいないんじゃない、 いるのクリームダックス。黒見たことない、見せてほら、今必死に俺が設置したカーテンを破壊しようとしてる。うん、ブラッククリーム買ってました。ブラックタンじゃないんだ。黒の方の T シャツじゃない、あ、黒の方がまだないんですよ。黒の方が、11月の16日だっけかな、ここの11月の中旬ぐらいに来る。おでまる、俺のポケットの上に構わんな、おでまるさん、ちょっとリーさん、ありがとうございます。リーさん、小さいうちスリッパとか何回もね。一つ覚えたのは、いっぱい遊べば遊ぶほど水飲むかも。いっぱい遊べば遊ぶほど水。クレヨン風がいいでしょ。ありがとうございます。どのタイミングでおちっこ誘導すればいいのかね。どうする、でもやる、おちっこ一回行ってみる。おちっこまだタイトルやってない、うん、まだタイトルやってないです、そんな詳しくは。トイレ誘導してみる。もうそろそろいいよね、こんだけ運動したら。おちっこ、寝て起きた時とご飯の後、まだご飯閉じ込めたらダメ？でも閉じ込めないとだっておしっこしなくない？ん？どうしたいの？閉じ込めないと、一回おしっこしたら出れるよっていう環境いいよね。え、だってみんなそれやってるよ、ブリーダーさんみたいな人たち、ドッグトレーナーの人たち。初日だけだった、ドッグトレーナーさんたちみんなそれやってるじゃん。一回ケージに入れておしっこするまで。おでまるいい子だね。ねえ、りんちゃん、ありがとう、どんつけ。おしっこさせるときにワンチッチとかワンツーとかって声かけると、声かけただけでおしっこするようになる。ワンツー言ってて偶然さ、偶然をね、ま、おでまるが中村の稼ぎ頭になります。お父ちゃんのために頑張ります。お願いね、おでまる。おでまるがいないとね、父ちゃん飯食っていけないからね。稼げるワンコになんない、なってもらわないと、おでまるちゃんは。だって子犬ってもっとおしっこするって動画ではあったけどね。
ことによるのか。ワンツワンツワンツ呪文のように唱えるとおしっこします。ワンツワンツってね。稼ぐために育児書と同じにはならんよ。うん、腕丸、コマンドで排泄したら長旅とか楽だよ。高速道路の劣勢とかでもすぐして、あね、ワンツーでね。腕丸どこ、ここにいる。匂いを嗅ぐようになったぞ、ちょっと匂い、匂いを嗅ぐようになった。うん、クンクンしてる匂い。ちょっと入れてみた方がいい。日当たりいいのとことかダメなのかな。 あんま日当たりいいとこ来てくれないんだよね。ちょっと匂い嗅ぎ始めたらちょっとトイレ入れてみる。じゃあ俺のねポケットを噛みまくってんだよ。おでまる、こっち噛んでよ。おでまる、クンクンしたら匂い嗅いでくるくる、ま、回り出したらやばい。力ってうち、うんちの時ワンツーワンツー言ってたら足踏みしながらうんこするようになった。周りは出してないかな。おでまる、おいで、こっち。おでまる、こっち。うん、なんで俺、なんか遊ぶことよりも俺のポケットを噛むことに必死になってんだけど。ブルブル、俺ずっとここで俺の噛んでるね、ここでポケットを。ただひたすらこっちの方が硬くて美味しいよ。かなり臭い時ワンツーって言いながらおちんちん